皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。つるまきまきです。今回は現在話題沸騰中であるプレイヤーアンノウンズバトルグラウンズ、エイティブに言うとプレイヤーアンノウンズバトルグラウンズ、通称 PUBG をやっていきたいと思います。 R の発音すげー。夜中のテンションで買い、まともに下調べをせず、とりあえず初見で始めていますが、お許しください。プレイ中に操作設定を見るあたり本当に初見プレイなんだね。とりあえず主な操作は普段やっている FPS と同じっぽいので大丈夫だと思います。多分不安要素しかない。とりあえずこのゲームの説明としては、8キロ×8キロの孤島を舞台に最大100人と戦いながら1位になるのを目指すゲームとなっております。ソロはもちろん、デュオ、スクワットと3つモードがあり、デュオ同士スクワット同士でマッチングを組むことができます。ちなみに今回私はソロでプレイします。なんで友達とプレイ？うるさい。華麗に着地。さて、最初はどのプレイヤーも武器を持っていない、ただの丸腰状態なので武器を探さないといけません。なんという親切設計。これで個人の武器の性能差による優劣がなくなるね。武器は民家やマンションなどの建物の中にあるので、とりあえず近場の建物から漁っていきましょう。もし近くに敵がいた場合は先に武器を見つけた方が勝ちと思った方が良いと思います。とりあえずこの民家から漁ろうかしら。悪魔だ。ここに悪魔がいるぞ。誰が悪魔よ。とりあえずこのゲームは自分一人になるまで生き残らなくてはいけないゲームなので、あまり目立つようなことはできません。早速アサルトゲットだね。 M16 ですか。私は M4 の方が好きです。おっと、銃弾がない。大丈夫です。大体銃が置いてある近くには銃弾が置いてあるので心配ご無用です。さっきの民家ではめぼしい収穫がなかったので、お隣さんもお邪魔することにしましょう。わわわわ、目の前に連続空き巣犯がいる。命を守る賢明な行動と言ってください。おっと、なんかいろいろありますね。もらえるものはもらっておきましょう。なんという貧乏精神。おっと、なになに、何の爆発。おっと、気づかぬうちに私はレッドゾーンに入っちゃってたので。ちなみにレッドゾーンはマップ上でランダムに決定されて、赤い円で指定された範囲に航空爆撃が行われるそうよ。それが命中したプレイヤーが最悪死ぬそうよ。気をつけないとね。と言いつつ平然と走ってるユカリン、かっこいい。とりあえず航空爆撃が終わったわね。不思議なことに無傷なのよね。情報によると赤い円の中心付近が一番危ないそうなんだけど、私がっつり中心付近にいたよね。なんというザル爆撃。お、車発見。これで移動が早くなる。やったね、タエちゃん。おお、素晴らしい。素晴らしいけど、なんだろうこれ。なんかこの光景、アフリカとかの動物保護区にでもありそうな絵なんだけど。サファリパークのお姉さんかな。とりあえず、撃たれながらではあるけども競技エリアに無事到着ね。撃たれたらちゃんと車の耐久値も減るのね。ちなみに、競技エリアとは、その名の通り他のプレイヤーと戦闘をするエリアのことなんだけど、この競技エリアの外には青い線の円があって、それより外に出ちゃうとダメージを食らっちゃうのよね。引きこもりプレイなんてできないね。こんな隙間私のドライビング技術ではお手の物よ。こんなことでやられても。さて、いい加減目立つような移動はやめて守りに専念しようかな。マップ上でもそこそこ円の中心あたりに来てるね。隠れるならやっぱり影になるところよね。ここら辺とかちょうどいいと思わない？スナイパーとか持ってたらこういう頂上付近良かったかもしれないんだけどね。心配しなくても私たちには M16 がいるじゃないか。わー、頼もしい。とりあえず愛車はここに止めて。愛車を木にぶつけつってますけど。盾にするんじゃ。愛車とは一体？一応このゲームは TPS なんですけど、 FPS 視点にすることもできるんですよね。ぶっちゃけ TPS 視点にした方が背後から近づく敵や近接に強いのでいいんですけど、普段の慣れで FPS 視点にしてしまいました。 TPS とカグラセフぶりだね。ああ、 FPS 視点、実家に帰ってきたかのような安心感。うん、何も起きないな。まあ最後まで生き残らなきゃいけないわけだし、辛抱しないとね。暇すぎて草も生えない。てか、さっきから気になってたんだけど、このゲージって例の青い円との距離なのかな。だったら結構近くないかな。お、何か聞こえる。バギーかバイクのエンジン音ぽかったね。どうせならこっちに気づいてきてくれてもよかったのよ。来る敵拒まずの姿勢ですから。随分好戦的な。母性の塊とでも言ってちょうだいな。え、いや、そんな間抜けみたいな言い方しなくても。うん、なんだろう、特に何かしてるわけでもないのに周りの敵がどんどん消えていくな。ユカリン開始から1キルもしてないもんね。ちょっと他のプレイヤーさんたちエリア外で死にすぎじゃないですかね。そう言ってるうちにまた一人。ちなみにエリア外に出て受けるダメージは範囲が縮小する段階によってダメージの量が増えるそうよ。それは用心しないとね。そろそろ範囲が狭まってきたし、移動を考える時期かもね。後半戦になっていくにつれてどんどんきつくなっていくやつか。私こう見えても持久戦って苦手なのよね。てかこういうゲームでじっとしてるのが苦手。うん、
それはもうここまで見てきて重々承知してるよ。あと私 FPS でも基本とつる人だからイモルノってのはなかなか新鮮なのよね。なんとまあ普段からエキサイティングなことで。カッコキルできるとは言ってない。うわぁ。あれは救援物資の飛行機ですか。救援物資って聞くとなぜかセブンデイズ2ダイを思い出すんだけど。今手持ちの銃弾が29だけで残ってる生存者は自分除いて37人。もし仮に一発で仕留められたとしても8人も残っちゃうからピンチ。あ、ハンドガン持っとったわ。リロードしないスタイル。リロードをしないんじゃない。リロードを忘れていたんだ。何もかっこよくないよ。何もせず時間だけが過ぎて行きとうとう範囲が縮んでしまった。縮んでしまったと言っても少し南西の方角に進むだけだからまあ大丈夫だね。南西じゃない。西南西だ。いいから早く動いて。はい、ごめんなさい。あ、違う、こっち助手席や。すでに本が出ちゃってるじゃん。バックします。ご注意ください。なんとまあ順調に進んでること進んでること。怖い。怖いわ。順調すぎて、怖いわ。うへぇ、ゆかりさんもうちょっと安全な運転できないの？しょうがないじゃない。これでも3年ペーパーなんだから。ぬおおおお、トレク低すぎ。こうなったら少しだけ下りで助走つけて登るしかない。ふ、やったぜ。コロンビア。よし、ここら辺で。うん、まだ28人もいるんだね。私が M16 でヘッドショット決めたらいいんですね。いや、ここまで来るとちょっとドキドキするわね。まあこれも序の口なんだろうけどね。銃声すら聞こえなくなったとは。他のプレイヤーも慎重ですな。北の方角から銃声が聞こえたわね。結構何発も撃ってるね。これは私も構えておかないと。そこそこ近いのかな、これ。こんな時に救援物資とか来られても取りに行くほどの勇気はないです。飛行機の音がうるさくて銃声聞こえないでしょうが。次は東の方角の方で少し遠いけど銃声が聞こえるわね。こんな時スナイパーがあったら倍率スコープ付きで。要求がすごい。見つけた。はい、完了。なんとかキルできたって感じだね。本当は敵の行動を読んで敵の前を撃ちたかったんだけどね。まだ近くてよかったよ。照準を敵に合わせるだけで倒せる位置で。だね。で、ユカリンは何してるの？あ、いや、敵の物資でもかっぱらっていこうかなと。そっちじゃないよ。え、そこよりかは左の方に。ちょっと静かに。はい。バギーでカモがやってきたぜ。くそ。ガバガバエイムすぎて笑えない。ユカリンもう1台車来てる。え、ごめんなさい。突然すぎて現状が把握できてないです。ユカリン、落ち着いて聞いてくれ。はい。ユカリン、君は今車に轢かれたんだ。わかる？車に轢かれたの。お、車に轢かれたんだな。うん、車に轢かれた。私は突然前から出てきた車に跳ね飛ばされたんだな。そういうことだ。ということは私はゲームオーバーということだな。しかも24位と超絶中途半端な順位で。人が荒れたよ。突然目の前で起きたことには何もできず固まることしかできないんだよ。クソ、結局この世界でも車は最強ってことかよ。ふふふ、はははあはは。は、わかったよ。君がそんな態度を取るなら私だって何度でも挑戦してやる。もうやだー。ゆかりん逃げちゃった。まあとりあえず、PUBG の実況自体は、多分、まだ続くと思うので、よろしくお願いします。もし動画内の内容がおかしかったり、間違ってたりしてたら、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。というわけでまた、次回お会いできることを楽しみにしております。ご視聴、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。